でも学生の時に美容師になるとは思ってなかったですね。なんで僕割と頑張ってると思うんですけど、そんなにあれなんですかねって。コンテストも優勝めっちゃしたけど、はい、なんでそんなにこうそこまでメジャーになれないんですかねみたいな相談をした時に、あ、そういう時期があったんですか。そうなんです、そうなんです。10段階で言うと8ぐらいですね。本当ですか。はい、結構やばいじゃないですか。まあ、できるっちゅうねんってね。一番最初のお客様がすごく長いお客様。そうですね、20年ぐらいの。20年ですか、うんうん、出会いはどこだったんですか。もともとはね、はい、うちの親が美容室やってて。あ、そうですか。でそこにもう中学生ぐらいの時から通ってくれてるお客さんで。へえ、まあ。まあ僕もその時は若かったですけど、僕が美容師になった時からずっとさせてもらったんです。ご両親がヘアサロンの北堀に行ったんですか。めっちゃ田舎ですよ。柏原市ってわかります。柏原、大阪ですか。そうそうそう、奈良の手前ぐらいですね。ワインと武道山市ですね。剣道。剣道ですか。うん、マジっすか。見えないですね。結構街であったんで。マジですか。じゃあもう全国から僕ら出れなかったんで、はい、大阪はちょっと行かずいところが何個かあって、明日がボブですね。リフランボブ。東京からいらっしゃる。そうですね、出版社は。何やろな、ストレートパーマかな、明日は。モデルさんはまだちょっと僕は見てないんですけど、はい、ええ感じの用意してますと言われてたんで、でも出てます。あ、そうですか。はい、9月号、僕と診療と今は今連載やってるんで、はい、こっから8ヶ月連続で出ます。もうね、パーマの本を出したいっていうので、はい、一旦連載やりましょうかじゃあになって、連載やってからの出版ですね。酸性パン。酸性パンも酸性ですよ。最近はやってますけど、できる人少ないですね。まあね、それを増やす作業をしてます。なるほど。なぜその酸性のところをこう追求しようと思ったんですか。そうですね、やっぱ毛がパーマストレートで痛むじゃないですか。はい。ストレートなんか特に髪の毛きれいにしたいのにみんな汚くなるじゃないですか。それで結構それパーマしないっていう方も多かった で、はい、で僕らはブリーチもともとコンテスト出たからブリーチをずっとやってたんですけど、はい、ブリーチしたら髪質ってどんどん悪くなるじゃないですか、はい、で癖がまたひどくなって、っていうのがちょっと辛いなと思って、でストレートパーマできたらいいのになと思って、そんな自分がやったブリーチでストレートはできませんよっていうのが辛いなと思って。なるほど。感じですね。やっぱり仕上がっちゃいますか。うん、基本的にもうお断りする方はなくなりましたね。へえ、うん、ちょっと難しいからできませんとは言わないです。うん、どなたでもストレートにはできてると思います。やっほー、おはようございます。おはようございます。あれ、キッズは。あ、キッズ大丈夫でした。あ、そうなの。さあ、どんなテーマ。お待たせし、そうだね、根元はちょっと綺麗にして今入って早いといい感じやから、これ生かしてちょっと入れ補充しようかな。前髪をね、うん、ちょっと薄く。お、これ一色用が一緒なんかするのないですか。そうやね、ちょっとだけ。いいね。ちょっと切ろうかな。夏っぽい。ちょっと邪魔で。いいどう、でも下ろせるぐらい切っていい。それか耳かけれるぐらいやった。あ、耳かけれるぐらいやった方がいい。なるほど。はい、どうぞ。コーヒーなんか飲ますく？うん、コーヒーになったら着くと思います。ほんま？はい。あんねん、そういうのが。あ、ほんとね。うん。ご飯出るよ。ご飯出るんですか？そうなんです。でもちゃんと有名なシェフが作ってるんで。え？うち飲食店のお客さんも強いんですよ。ミシュランの星付きのシェフとか、はい、でも僕の持論なんですけど、はい、なんかご飯屋さんって自分行くじゃないですか。はい。で、行って美味しかったらこの人に来てほしいじゃないですか、本当に。はい、はい。だから、めっちゃ行って口説くんですよ。僕はもうちょっといい感じしますよ。なるほど。そうね、口説いて来てもらう。
して、で、お互い気が合ってみたいな。なるほど。やっぱシェフの知り合い、美味しいのを作る人多いから、はい、で、シェフの紹介でいろんな店行って、まあ、こう人脈どんどん広がっていってって感じで、で本当に飲食店めっちゃ強いです、うち。すごい。魚にしますか、肉にしますか。お魚はね、何やろ、何やった、前と一緒って言われてる。ハタだ。ハタの、ハタをソテーして、それをスープにしたものと、お肉を、お肉も一緒。はい、お肉も一緒です。なにわ黒牛の、ほほ肉のワイン煮込み。ちょっとどっちも一緒。スープでさあっさりか、結構しっかりしたお肉か。お魚オッケー。さなえさん、お魚用意してちょうだい。本当に出てくるんですね。そうすごいですね。どっちがいいですか、肉か魚か。いいんですか。いいですよ。本当ですか。うん、全然。魚ね。魚で、魚二つお願いします。やっぱ居酒屋みたいな。そうですね、オーダー入りますね。ご新規オーダー入りました。最初はもう約20年以上前なので、はい、本当に気さくなお兄さんって感じでやったんですけど、はい、でも変わらないです、いい意味でも。本当ですか。はい、20年前から。そうです、20数年前から全然気さくなお兄さんがだんだんおじさんになる感じ。そうやな。20年って結構やもんな。そうですよ。そう、でも自分でも変わってるイメージはなくって、自分が20年前から、うん、変われへんか。同じ遊びしてんのかな。そうなんですか。そう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 。でもなんか逆にちょっと当時に比べて、はい、ちょっと有名にというか、はい、大きくなりすぎてるというか、はい、そう、客としてなんかもういいんだなって思うところはあります。行ってもみたいな。そうなんですか。でも多分みんな思ってるんじゃないですか。そんなことないやろ。いやもうどんどん都会に出て。そうですね、つい東京です。そうなんですね。行かないでしょ、ご同行しろこれ。美容室で出るもんちゃうやろっていう。ないですね。すごい。バロンロートシルト。はい。有名な同じものでいうと、はい、シャトームートン、ボルドーの一級のワインも所蔵しているすごい、はい、作り手です。マジですか。はい、すごいものが出てくるんですね。もともとすごい黒ぶどうを使ってるんで、はい、相当色味が濃いんですけど、はい、熟成を経て多少色がオレンジ味を帯びて恋愛色っぽくなってるんじゃないかなと、はい、思います。普通こんな奥まで刺さないんですけど、はい、コルクが多分ちょっと熟成できるように長めに入れてると思うんですね、はい、でかつもう下まで抜いてからじゃないと、はい、多分抜けないです、これは。あ、そうなんですか、ね、ちぎれてしまう。そういうことです。でもやっぱそこまで入れててもそこから出ないぐらい長いコルクでしたね。本当ですね。はい、一つの胴の木からもうほんと2房はい、まで全部取っちゃうんですよ。へー。じゃあその2房に、はい、土の栄養とか全部回って濃くなるんですよ。あ、東京出店の時はもともとね、東京にお店をちょっと、一緒にやってくれたっていう感じのお話があって、たまたまそれで全く東京のことなんか全く考えてなかったけど、はい、最初名前だけっていう感じだったんです。そうなったら名前だけっていうのに名前が出るってことはやっぱりお店のスタッフも自分のとこでってなったら、だんだんやっぱりちゃんとせんのかみたいな。そうやってやろうかって。いいねんけど、はい、もう雨とかちょっと。マジで入れるんですか、美容室に、みたいなこと結構聞かれて。はい、はい。
1ヶ月に25日間美容師をずっとやってきたんですけど、はい、そろそろ働き方を変えないといけないなと思って、はいはい、うちのスタッフも上手なのに、はい、パンパンではないんですね、はい、だからそれを先にパンパンにするのにどうしようと思った時に、その自分のお客様をこうスタッフに任せられるお客様と僕がしないといけないなとお客様を分けようっていう、はい、こと思ったんですよ、はい、自分がもう一軒ベース出して、はい、まあ、ゆったり滞在してもらう時間を楽しんでいただけるような箱を作ろうっていうので、はい、このままお伝えして、分かりやすく言うとやっぱり料金をグッと上げたんですよね、はい、うん、本当に極端な話倍ぐらいまで上げて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。半分今日ぐらいが今のお店に残ってくれはって、まあ、前のお店に残ってくれはって、はい、で、30% ぐらいの方を今僕がさせていただいてるっていう感じなんですよね、はいはい、そしたら、はい、洞窟みたいなサロンしましょうかねっていう、はい、はあ、なんか分かれへんけどやってくださいみたいなすごい任せますってすごい信頼してるデザインさんがおられたんで、はい、っていう感じでした。洞窟って言われたら確かにそうですね。そうですよね、はい、あそこからこう靴を脱ぐあたりとかからね、はい、なぜその北堀江を選ばれたんですか。北堀江に出店したのは4年前なんですけど、はい、その前は寺田町、うん、そうですそうです、ちょっとローカルなエリアだったんですけど、はい、友達の美容師さんに、まあ、本当にありがたいんですけど、はい、お前ぐらいの腕があるんやったらもう中央に来た方がいいよって言われて、はいはい、なんで僕割と頑張ってると思うんですけどそんなにあれなんですかねって、コンテストも優勝めっちゃしたけど、はい、なんでそんなにこうそこまでメジャーになれないんですかねみたいな相談をした時に、あ、そういう時期があったんですか。そうなんです、そうなんです、そのいくら田舎でコンテスト優勝してても、はい、やっぱりメジャーになれないよってやっぱ言われて、はい、そのせめて大阪だったらもう大阪のど真ん中に出ておいでって言われたのがきっかけで、なるほど、うん、で大阪のど真ん中に出しました。目指してたところがやっぱり業界誌にしょっちゅう出てるとか、はい、そのメーカーさんがすごい使いたいって言っているとか、はい、うん、だったらまあテレビに出たりとか、なんかそういうことをイメージしてたんですよ。その、はい、そもそもその有名な美容師になりたいなってやっぱ思っていて、はい、で有名な美容師って何って言ったらやっぱそういう人やろって思ってたんで、はい、そう、なんかそうなれなかったんですよね。やっぱりエリア的なものが大きかったですか。なんかエリアは関係ないのかなって僕はずっと思ってたんですけど、はい、でも関係なくはないよねって。例えば、うん、その寺田町だから来るお客様っても言ってたと思うし、はい、で今だったら堀江なんで、その、はい、堀江だから来てるお客様も多分いてると思うんですよ。寺田町の時はやっぱりその他府県からのお客さんってやっぱ少なかったんですよ、はい、で今は本当に極端ですけど本当に北海道から沖縄までお客さんがやっぱ来てくれるなって、はあはあ、その大阪に来て観光ついでにしゃべりさん寄ろうねっていう方がやっぱ増えたんやろうなと思うんですよ。大阪の中でもやっぱりランドマークシティっていうか、はい、お買い物できるとか百貨店もたくさんあるとか、はい、やっぱそういうエリアっていうのは一つ重要だったのかなと。大会いつが初めて出られたんですか。僕2015年ですね。だから6年前ですね、はい、1回目は、はいはいはい、うん、まあ、デザインとカラーテクニックを競うっていう大会でしたかね、はい、うん、そのコンテストは、はい、そのグランプリを取るとその3年間こう特別な教育を受けさせてもらえて、はいはい、その3年間の間に世界中のツアー回らせてもらって、はい、世界中にトレンドを発信することができるんですよ。めっちゃいいですね。そうなんですよ、はい、でしかもそこにちゃんとお金がついてくるから、はい、収入もキープできる状態でうわそのグローバルのアートブックとかをこう、はい、させていただける。しかもモデルも超一流のモデルを
使わせてくれるっていうのが、はい、あのすごい魅力的で、はい、うん、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、はい、そもそもコンテストを始めた理由がやっぱ有名になりたいとかやって、はいはい、そうで、どうしたら有名ってやっぱり世界中で活躍してるメディアに出てる人になろうって思ったんで、はい、まあ、そのコンテストをやっつけに行ってました。夏でもし復活したら出ますか？はい、もちろん、もちろん世界一になるって決めてるんで、コンテストで世界で1位になって、はい、そのグローバルな仕事をさせてもらうっていうのはもちろん一つなんですけど、まあ、今はやっぱりもう一つ別の軸というか、その僕らにしかできないっていう技術がやっぱり僕らあの持ってるから、はい、僕らでも日本人のある特定の人にしかできない技術があるから、だからそれを武器に海外で仕事しようっていうのはイメージもあるし、そのためのルートもできてるし、あとは本当コロナだけって感じなんですよ。もともと美容師になるつもりだったんですか、学生の時から？うん、全然ですよ。もともとはそんなこと思ってなくって、はい、うち親が美容室やってて、はい、で親父がディーラーやってたんですよ。はいはい、だからなんとなくその刷り込まれた潜在意識あったんでしょうけど、はい、でも学生の時に美容師になるとは思ってなかったですね。夢っていうほどのもんなかったかなと思います。まあ大学行ってみて考えようって感じでしたね。大学行って、なんでかな、たまたまその時付き合った彼女も美容師やって、はい、で美容室でバイトもしてたんですけど、はい、なんかやっぱり楽しくなったんですね、美容が。そうです、そうです。やっぱり早美容師しようと思って。なるほど。そこからですかね、美容師したいって言ってたのは。人生縁やなと思います。なんか他人にやっぱり影響されてます。やっぱり自分らもいい影響を人に与えなあかんなってやっぱりいつも思いますね。専属のシェフは、はい、ベイト少ないけどいい魚がいてるところに落としてもらって、あのベイトつかなくてもいいからもう飲ませて行かせてくださいっていうのが、まあ、初めて来た人ね、初めて釣る人が、まあ、ハマチ釣ったらこんだけもう釣り道で何でした今パックパックって言わない。体もしかしたら毛先まで詰めてる？根元だけ？最近はリタッチが多いな。経年のダメージが。ちょっと毛先しんどいから、めんどくさいな。やりがいのある。やりがいのある。っていう判断。チャレンジしがい。レベルもうこれオーラス手前でしょ。ブリーチしてた？なんか昔してたのかちょっと覚えてないんですけど、2年前過去の履歴がもしかして2年前に多分ね、ブリーチかカラーを何回もやったとかそんな感じで、メラニンが抜き切ってる状態ですよね。なるほど。なんかこの感じやったら何回も毛先までカラーオーバーラップして染めた感じやなっていう感じはダメージ的にしてます。それは分かるわけですね。業界紙の撮影でメイクしてくれっていう、はい、そこに書いてるでしょ、このメイク。10段階で言うと8ぐらいですね。本当ですか？はい、結構やばいと思うんですよ。どうにかできそう、どうにかできなかったらちょっと多分やばいですね。大丈夫です、あの成功する、なんか自信というんですかね、成功する気配しかしてません。いつもそうですね、ここですね、割と長いです。ここに至ってはもう髪の毛の形状を保っていないという、これいわゆるフォーラスヘアでいいですよね。真ん中はトリートメントでいいから、はい、一発目の還元剤いって二つ目にトリートメント剤をいって、三つ目に少し還元力のある還元剤をいって、もうでもね、業界誌の仕事こう全部難しいのばっかり。そうですよね。うん、なんか簡単なやつをやさせてくれなくなって最近どこまでいけるんだみたいな感じ。そう、本当に本当になんかもう実験してみたいな、はい、どうせやれんでしょうみたいな、まあ、できるっちゅうねん言ってね
やってるんですけど、今日は C10 っつってシステアミン、濃度はそんなに濃くないんで、まあ機材って感じですね、ベース材として。はい、これと塩、塩これは濃度そこそこ、そんなにきつくないです。なるほど。で、大体これを1対1でいくと pH が 7.5 ぐらいになってくるんで、それを表示調整して pH を下げてくるんですね。はい、なるほど。で、pH 下げておくと、もうこの塩とシスタミンの還元剤による還元っていうのはほとんど起こらなくなって、逆に過強作用って言って、はい、髪質をこう張り腰を出す力が出てくる、残存の湿疹結合が少なくてもパーマが当てられる状態をこれで作るって感じなんですよ。そうで、実際のところ形を変えてくるのはこういうやつです。へえ、初めて見ました。うん、GMT スペーラーの、はい、うん、還元力の強い還元剤です。お、まず一発目は 8% なので 8g、 埋めるように塗る、要はギリギリ薬剤選定してますから、ちょっとついたら還元できますよってもんじゃないんで、完全に埋めてしまうまで塗るっていう意識で塗ります。塗布量がめちゃめちゃ多いんですよ。完璧に埋まってるでしょ。この状態まで塗って初めてパーマは綺麗に当たります。まあ、要は中性域のシスヤミン、ここはあの機材としてすごい秀逸やなと、ペーハー調整がしやすい、用紙調整がしやすくて、ちゃんとその用紙調整する際にペーハー下げたら液状化する還元剤が多いんですけど、この方ですけど、C ペンは液状化しなくって、まあ、非常に使いやすいですね。もうスペラ自体使い出したのはどれぐらいかな、4、5年になるかな、真面目に使い出したのは。なるほど。まあ、その前も触りましたけど、ちょっとこれしんどいなぐらいで、そんときはね。しんどいな、やっぱり匂いとかそういうの。匂いもそうですし、当たらんやんっていう。めちゃめちゃいけてそうですよ。メイクします。すげえマジで。一回ヘアキャンプでね、はい、千年後の未来からっていう設定をやったことがあるんですよ。はいはい。その時からですね。じゃあ千年後の未来人みたいな。そうですね、千年後の未来人はみんなメイクしてるんですよ。なるほど。はい。なんかそっからなんかいつもヘアキャンプ出る時はあれ今日はメイクはみたいな感じになるから、はい、いつか東京に出ようと思ってたんですか。ね、そんな思ってなかったですね。じゃあ急な話。そうですね、そんな思ってなくて、なんか東京方面の知り合いが結構増えて、はい、でなんかお店東京でやってみひんみたいな話もあったんですよ。あ、はい。で、まあ、ちょっとだけやろうかなって思ったんですけど、また違いますね、はい、思ったんですけど、まあ、ちょっとだけやろうと思ったら、なんか人生かけて一緒にやりましょうみたいなスタッフが集まっちゃって、はい、なるほどなるほど、そうなるほど、ちょっとではすまなかった。そうなんですよ。ほなちょっと店出そうかになったんですね。ああ、そういうことなんですね。はい。例えばブリーチしてる方にストレートができますよとか、本当に傷んでる方でもくせ毛直せますよとか、ブリーチしたらパーマ上げときましょうねって昔は言ってたじゃないですか、はい、で今ってそれを積極的に提案できる時代になったと思うんですよ。分かりやすくその分けて置かれる方が増えたんじゃないですかね。今までやってたパーマ、もしくはこれからやる新しい髪の毛を画面にさせないパーマ、三世紀のパーマ、
どっちを選びますかっていう選択肢をこうお客様に与えられるようになった、うん、だからそこに対して料金が付加しやすくなったために価値が生まれたのかなとは思いますね。ぜひぜひ。ではありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。また東京で落ちないように気をつけて。はい、失礼します。